六本木ヒルズは2003年4月に森ビルが開業した東京都港区六本木6丁目にある複合商業施設である。高さ238メートルの高層オフィスビルを中心に集合住宅、ホテル、テレビ朝日本社社屋、映画館をはじめとする文化施設、その他の商業施設等で構成されている。事業主は森ビルで 六本木六丁目地区の都市再開発として、完成までには約17年の歳月を要している。港区指定の非常災害用井戸や、備蓄倉庫、特定電気事業施設などを備え防災、関連施設にも充実している。主な施設として、六本木ヒルズ森モリタワーは、ブランド街のショッピングモール、オフィス、上層部は、展望台の東京シティビューや文化施設、 美術館などで構成される森アーツセンター、森美術館、貸会議室や公園などに適したオーディトリアムを有するアカデミーヒルズがある。カンファレンス等の後で51階の六本木ヒルズクラブのフロアにあるバンケットルームで懇親会などを設定できる。企業テナントではゴールドマンサックスや民放 FM ラジオ局の JWAVE などが入居する。屋上には オープンウェア展望台としては、都心の夜景を一望できるスカイデッキがある。森田ワ地下の最下階には、自家発電設備があり、六本木ヒルズ全体の電力を賄っている。施設に、免震構造を備えており、災害時に逃げ込める街となっている。施設内にはテレビや朝日本社ビルがあるほか、映画館、東方シネマズ、六本木ヒルズ、ホテル、グランドハイアット東京、 屋外型イベントスペース、六本木ヒルズアリーナ、ルイビトンなどをはじめとする多数のショップやブティック、レストラン、高級マンションである住居棟、ハリウッド化粧品本社や学校施設が入る、ハリウッドビューティープラザ、アメリカ人向けナショナルスクールである、アメリカンスクールインジャパンの幼稚園がある。デザインは、コーン・ペダーセン・フォックス・アソシエイツが、森タワーやグランド・ハイアット東京などを、 ジャーディパートナーシップが、欅坂など低層部の商業エリアを担当した。また、テレビ朝日は建築家、牧文彦、イメージキャラクターの、六六星人は、現代芸術家の村上隆によるものである。六本木ヒルズ森タワーには、JWAVE の非常用送信設備が備わっており、東京スカイツリーからの送信が不可能になっても、最大で1キロワットの放送が可能である。 六本木六丁目の都市再開発として事業計画された。六本木ヒルズが建設される前、この地にはかつて約500世帯が暮らしていた。また、計画の立案後にはバブル崩壊や反対派住民による抵抗などの右与曲折があり、その完成までには約17年の歳月を要した。江戸時代に麻布吹久保町に調布毛利家の江戸判定が置かれた。 長戸府中藩出身の野木マレス家もこの地で生まれている。明治時代には法律家、増島六一郎の邸宅になった。第二次世界大戦の戦災にあった後、1952年に日華ウイスキーの工場、後に日本教育テレビの敷地となった。また、日本で最初の美容室として知られる、名牛山のハリウッドビューティーサロンやハリウッド化粧品。 ハリウッド美容専門学校の広大な敷地が戦前からあった。現在のメトロハト66プラザ、ハリウッドビューティプラザのあたりである。下に通るトンネルはハリウッドの社屋があった後に掘削されたことでハリウッドトンネルと呼ばれていた。かつては広大なモートシーへの庭園が残っていた。園内の池は日課テレ朝時代に日課地という通称がつき、 テレビ朝日の番組、サンマの何でも、ダービーで一部に知られるようになる。現在、敷地内には、面積約4300平米の毛利庭園が、設けられ、毛利地があるが、これは、日価地とは異なる。かつての庭園以降は、毛利池の下に、毎度保存されている。また、東京都立駒場高等学校の前身にあたる、東京府立第三高等女学校と、 コマザー大学の前身で1882年に開校した総統州大学林専門本校があった場所も六本木ヒルズの一角にあたる。北欧家具の販売店やレストランストックホルムがあったスウェーデンセンター、宝タクシーの跡地周辺はスーパーマーケットなどとなった。その他メトロハットになっている場所は西部、セゾングループの文化、音楽拠点の一つだった。 六本木ウェーブの後である。六本木ヒルズ誕生前は、テレビ朝日周辺の六本木六丁目は、木造住宅密集地だったこともあり、道路が狭く、東京消防庁の消防車が通行することも、困難な状況であった。このため1990年、テレビ朝日本社の移転も兼ねた、都市再開発計画地域に指定された。愛称で、六十六と呼ばれているのも、 六本木六丁目が由来となっている。なお、この付近の都市再開発の先行事例として、同じく森ビルが行った赤坂アークヒルズがある。2005年5月20日来日したロシア連邦のウラジミール・プーチン大統領は、六本木ヒルズ展望台を訪れ、開催中の日露就航150周年を記念した有効アート展を見学した。 開業以来の来外者数は開業5年目で累計で約2億人となる。内訳場所年度4500万人、2004年度4400万人、2005年度4400万人、2006年度4300万人、2007年度4200万人、2008年度4500万人となる。その後も年4000万人程度を維持し、2018年の 開業15周年までに累計6億人を超えた。作曲家の坂本隆一が六本木ヒルズの誕生を祝って祝典音楽を作品化した。曲名はザ・ランド・ソング・ミュージック・フォー・アーテレジェント・シティで六本木ヒルズのテーマ曲となる。オープン時のキャッチフレーズは、六本人、生まれる。であり、テレビ CM も流れていた。住居胸である。 六本木ヒルズレジデンスには、知見者のほか大物俳優、タレントや、トップミュージシャンなどの著名人、富裕層が、数多く居住した。また、オフィス棟である、六本木ヒルズ森タワーには、株式を公開した IT ベンチャー企業は相次いで、オフィスを設けた。これらの企業の経営者たちは、若くして成功したことでマスコミなどに、注目されるようになった。 IT 関連などの企業も多く入居し、六本木ヒルズ族という言葉が使われるようになった。2018年時点では倉庫数のうち約3割は外国人が暮らす。住民は商業店舗も交えた六本木ヒルズ自治会を組織し、交流や清掃活動などに取り組んでいる。2002年4月8日に都内で 森ビルの六本木ヒルズ上等記念パーティーが行われた。前日上等式を行った54階建て事務所棟 A の40階で開かれたパーティーには小泉純一郎首相をはじめ、平沼武雄経済産業省、竹中平蔵経済財政担当省、石原信明行政改革担当省など大物閣僚がずらりと揃った。他にも森吉郎前首相、 渡岐田美介衆議院議長、野田武氏保守党党首、藤井博久自由党幹事長、中川衆直前官房長官、佐藤静雄国土交通副大臣など、大物政治家が顔を揃えた。会場は、整備されているとはいえ、工事中の現場にこれだけ国政を司る面々が、出席するなど、六本木ヒルズの期待度の高さを見せつけた。 小泉純一郎首相はパーティで、六本木ヒルズは、規模、面積、事業費どれをとっても、過去最大の都市再生事業である。都市再生のお手本を作ってくれたと感心している。民間の力こそ、都市再生と構造改革の鍵であることを示してくれたと語った。竹中平蔵経済財政担当省は、近くの高層マンションに住んでいるので、毎日のように、 六本木ヒルズが立ち上がっていくのを見ていた。閣僚の中で私が一番身近に見てきたと語り、六本木ヒルズは21世紀をリードするのは都市型の労働集約型産業とエールを送った。東方シネマズ、六本木ヒルズは六本木ヒルズケヤキ坂コンプレックスにあるシネマコンプレックスである。全球スクリーン。東方シネマズのウェブサイトによると、 地下鉄日比谷線六本木駅 1C 出口より、徒歩3分、地下鉄大江戸線六本木駅3番出口より、道6分、麻布10番駅7番出口より、道8分、地下鉄千代田線の木坂駅5番出口より、道10分、地下鉄南北線麻布10番駅4番出口より、道11分である。計画時点では、バージンシネマズ、ジャパン株式会社による、バージンシネマズ、 六本木ヒルズであったが、施設開業直前の2003年4月4日に、バージンシネマズの株式を東方株式会社が取得して完全子会社化し、同月7日には東方シネマズへ社名変更を実施したことに伴い、東方シネマズによるバージンシネマ、六本木ヒルズとして4月25日にグランドオープンした。基本的に東方系の方がや、 洋画のブロックバスターをメインに配給する。昼間の時間帯を中心に、投影作品や小築映画も上映されている。2004年の第17回東京国際映画祭より、東京国際映画祭の会場として使用されている。ブロックバスターを中心とした、日本国内でのプレミア上映会の会場としては、六本木ヒルズアリーナが使用される。各館の概要。 東方シネマズのインターネットチケットサービス、ビットの発見機は、館内ストア横のビットカウンター内に数機、設置されている他に、六本木ヒルズ総合インフォメーション横と、メトロハットのエスカレーターを下った、東京メトロ、日比谷線六本木駅の連絡通路に、それぞれ一台ずつ設置されている。六本木ヒルズ、十六プラザに接続し、六本木通り、青山、西麻布、 渋谷方面からの新たな玄関口となるビルとして、六本木ヒルズを拡張する形で整備された。六本木ヒルズの玄関口として機能しており、六本木ヒルズの公式な構成施設であるが、建築、竣工時期が他の施設と異なるため、同ビルの建設は別のプロジェクトとして扱われている。六本木ヒルズでは、六本木エネルギーサービスが電力とガスなど熱、 供給事業をすべてを行っている。六本木エネルギーサービスは森ビルと東京オンガスによって設立された特定電気事業者である。ガスタービンコジェネレーションを採用し都市ガスを燃料として施設独自の発電所を設置しており一般家庭数千世帯分の電力を域内に供給している。これにより停電などの電力制限を受けることなく電力供給が可能となっている。 一万一東京ガスの供給が停止した場合は、東京電力ホールディングスから受電し、それも不能となった場合には、備蓄してある灯油で発電する3重の冗長化バックアップ体制をとっている。これは、非常時にも電力供給が止まらない、オフィス環境の事業継続計画性を求める、外資系テナントの要請によるものである。平常時は稼働しないが、電力供給機能は、 ビル街にとどまらず、外部に対してもなされており、東北地方太平洋沖地震に伴う危機的な電力不足の折には、ビル街の節電などにより、余剰となった電力を限定的ながら外部へ供給した。森ビルは、地上一般放送事業者として、六本木ヒルズ周辺で、フルセグ及びイワンセグ放送を実施している。地上一般放送局3局を設置している。 ビルの設備は非常に先進的であるが再開発の経緯があり住人が多いので日常生活にも配慮がある。自転車置き場には可動式の自転車ラックと防犯カメラが設置されている。港区コミュニティサイクルのポートも完備されている。六本木ヒルズの商業エリア等のオープンスペースではドコモ Wi-Fi やフレッツスポットといった公衆無線 LAN が利用できる。 再開発前の旧テレビ朝日本社屋を中心とした、当地の交通機関は、六本木交差点の地下を通る東京メトロ日比谷線の六本木駅と六本木通りを走ると A バス支部88と01の六本木6丁目停留所が最寄りであった。都営大江戸線開通前までは、田町駅より六本木駅前を通り、青山1丁目駅、品野町駅、四谷3丁目駅を経て、 新宿駅西口を終点とする田70が運行されてきたが2000年12月12日をもって廃止されている。六本木ヒルズを中核とした地域再開発によって、青山一丁目交差点方面から、青山葬儀所を経て、鳥居坂下交差点を結ぶ麻布トンネル、六本木トンネルの完成、ビル開業に合わせた各種バス路線の整備がされた。なお、都営地下鉄大江戸線や、 東京メトロ南北線と接続する麻布十番駅は、六本木六丁目再開発が着工された直後の2000年12月時点で完全開業している。一般路線バスとエイバスの路線は、渋谷駅とを結ぶ、都01折り返しと直行版の RH01、並びに五丹田駅、品川駅とを結ぶ、半96の各系統が運行されている。六本木ヒルズ内には、 六本木ヒルズ、六本木ケヤキ坂の停留所があり、トレイチ折り返しと RH01 は、六本木ヒルズケヤキ坂渋谷方面、半96系統は、麻布十番駅六本木駅、六本木ヒルズ六本木駅麻布十番駅の経路で運行され、六本木ヒルズが、奇襲点となる。RH01 系統には、森ビル所有で、専用の標準弱エアロスターを中心に使用される。 また、六本木通りを走る、都01及び支部88の EX シアター、六本木で留所も利用可能である。コミュニティバス2004年10月1日からは、港区のコミュニティバス、T バスの2路線が、田町駅及び赤坂方面から運行されている。都営バスの RH01、都01折り返し系統と、同様、六本木ヒルズと、 六本木家焼坂の両停留所に停車する。2010年3月24日からは、麻布、芝、青山方面からのルートも運行され、六本木ヒルズはターミナルとなった。なお、麻布東ルートは六本木家焼坂停留所のみに停車する。高速バス観光収遊バス、六本木ヒルズ内に数箇所の駐車場があるものの、違法駐車をしている。 観光客の自動車や客待ちのタクシーなどで周囲は恒常的に渋滞している。ありがとうございます。